皆様こんにちは、やまいもです。ちょっと犬うるさいですね。今日は私ガンランスをいつも持ってるんですけど、こんな感じでガンランスを持ってるんですが、ガンランスってねすぐ被弾するんですよ。隙が多い武器なんでなかなか装備構成迷うんですが、私みたいな弱い人がガンランスをマルチで使うときの装備をご紹介したいと思います。いや、マルチでやっぱ使いたいんですよね、ガンランスを。ちなみにいいお守りがないときの装備です。今こんな感じでガード性能3になってます。ガード性能は今までのシリーズも3までにするか5までにするかみたいなねところなんですけども、今のところまあ G 級でもないしラスボスもまあ倒せるので、私はガード性能3にしてます。で、攻めの手勢、これはねもうやっぱりビビりなんで弱いのですぐガードしちゃう、だったらこれつけてる方がお得だよねっていうね、まあ、結構強いです。で、私はフルバガンスなので砲術はもうもちろんマックスですね。で、防御は空いてたので、3まで入ってます。で、ここです。私がおすすめは精霊の加護、これ大好きなんですけども、効果発動時ダメージを 50% まで軽減されてしまうかもしれないっていう、タヌキがねちょっとなんか言ってますけども、まあ、精霊の加護はあのマルチに行くときに死ににくいので本当におすすめです。で、その下の砥石使用高速化なんですが、本当はね技物をつけたいんですけども、すぐ研がないといけなくなるので技物つけたいんですが、つけるのちょっと大変なので、まあ、スロット1で簡単につけれる砥石使用高速化を代わりにつけてます。まあ、代わりにもなんないんですけどね。あら、また来た。また来たね。また来たね。砲弾装填。これね、今回2段階あるんですよね。今まで1個だけだったんですけども、2段階あって、ガンランスの弾を増やすには、レベル2まで上げないといけないんで、これは、なんかお守りつけてたら勝手にするなんで、これは別に、いらないです。で、ひるみ軽減1。これ、マルチで行くときは、のけぞり無効化をつけていかないと、最低でもレベル1つけていかないと、ちょっと大変なことに。マルチで行くとぐっちゃぐちゃになっちゃうので、他の方の攻撃が当たって、せっかくの流撃砲ができなくなったらちょっともったいないので、あ、バレちゃいましたね。気持ち悪いですよね、巻き虫。私これずっと葉っぱだと思ったら、虫だったんですよね、これ。ガンランスのガチな装備って本当にいろんな方が挙げてるんですけど、私みたいにね、すぐ死んじゃうけどガンランス持ちたいよって、今作ちょっとガンランス人気なんで、そういった方は、ちょっとよかったら参考に。なったらいいなと思って動画にしました。ちなみに装備ですが、私はこの蝶々のガンランスがすごい大好きなので、ヒオレウノノワールをつけてて、頭がバサルですね。スロットも結構あるし、まあ、バサルとかディアブロはもうねガンランス使う人は大体つけてると思うんで、大体まあ似たようなものになるとは思うんですけども、バサル S ヘルム、ディアブロ S メイル、ディアブロ S アームで、なるみ腰元、なるみの腰元、ね、これスロットがないんで、まあ、他のに変えてもいいかなとかも思いますね。そこまで即死するようなモンスター少ないんで、もっとスロットがいっぱいあっていろいろ遊べる方が楽しいかもしれないなって思います。で、バサル S グリーブ、しかもねスロットがね3つのやつがつけれるので、これがないと攻めの手勢つけれないんですよね。で、これですね。五石が、精霊の加護がついてて、まあ、スロットがついてるやつをつけてます。ので、ちょっとね、流体性がマイナス12でちょっと痛い防御なんですけど、まあ、全体的に防御力自体が高いので、まあ、なんとか補えるかなと思いながら。なんでガンランサーなのにガード強化をつけてないのかっていうと、あんまりつける意味がないんじゃないかなって思ってて、ラージャンぐらいなんですよね。なのでもう私もガード強化はちょっともっと強いモンスターが来るまではいらないかなと思いながら、もうこんな感じでねめちゃめちゃ食らってるんですけど、あんまり食らわないでしょ。もっと食らってもいいのになっていう感じなんですよね。聖なる加護がついてるからだと思うんですよね。基本的にもうフルバしかしないので、通常ガンスしか私は使わなくて、はい、楽しいです。
有効法よりも多分通常型のガンランスはフルーバが強いです。だから隙が多いので本当多分マルチでは嫌われるタイプですよね。ということで皆様ご視聴ありがとうございました。よかったら参考になったら嬉しいです。他にもたくさん動画上げてるのでよかったら見てください。バイバイ。